胸何となくこう動きが硬いなって自分の中で思っててこうもっと技に大きさとかその大きさが結構コアからこう動かせたら一番いいんですけど大きくしようとしてこう外側でこう大きくしてしまってたりとかちょうど動きにくいなと思ってる時にこのアシスティックさんの生地で。 最近思うように動けないとか昔のように動けないとかっていう本当自分の今の自分に当てはまるようなでそこにちょっと目を引かれて、まあ、そこで僕は興味持ってもうずっとすごい楽しみだなと思いながらで手に届いてやり方は分かんないなりにもやってみたりしてありがたかったです <laughs> 僕の本当イメージですけどこうただシンプルに。 腕の曲げ伸ばしとかじゃなくてトルネードのようなこうひねる動きがやっぱ本当動きに制限をかけるんですよ空手って。こう膝が開いてはいけないとか自分で膝広げちゃいメとか後ろ足がこうなるべく曲げないで腰をひねっていくとかっていう股関節を使ってとかそのねじりの動きっていうのがすごいあって。でその中でやっぱり 正面でそのまま突くにしても勝手に体はねじれて伸びが出てくるっていうただここを返して肩を入れるだけじゃなくて全部がこうこうはい全部がねじれた中で伸びが出てくるような僕はイメージがあって。ただ前につくんですけど 背中側にも意識をするっていうのがやっぱあってそれにはやっぱこうねじれの動きがあってっていう,ううまく動く上でのポイントかなっていうのは思うんでもうほんと僕ほとんどそのトレーニングも自分のなんかこう思いついたとこ,ここが足りないなと思ったらそこやったりこ,こんな動きしてみようかなって言って自分なりにを。 結構繰り返してきたタイプで,でほぼ空手の動きとかばっかりだったんですけどストレッチを主にこうや取り入れてきたことはなくてその自分でストレッチはしてて自分なりにいろいろ考えてストレッチはもちろんしてたんですけど競技力向上でまあもうその動きを出すためにストレッチはたくさんしてとかはあったんですけどこのストレッチの仕方をたくさん教わってとかっていう。 機会がなかなかなななくてなので動きの出し方として頑張ってたのはあ,のああいうあそこにある、えー、とウォーターバックでのトレーニングだったり雑巾をこう足でこうやって運足っていうんですけどこの立ち方のトレーニングだったりチューブを引っ張ってシンプルに強くつけるようにとか逆にチューブの力を借りて無駄な力なく動けるようにしたりとかっていう。 ところをで僕は強化をししてきましたエガはまあやっぱり僕の経験したものだとやっぱこう肩から飛ばしていきたいというか肩甲骨というかこの自分の中心部から飛ばしていきたいと思った時にこう飛ばす練習をしててで抜きもそれこそ使うので力を抜くことによってバーンって飛ばしていくっていう。全身をこうバーンって飛ばした時に 肩本当は上がっちゃいけないんですけどもう目いっぱい本当僕体も小さいんで他の人より大きく動きたいなって思った時に入れすぎちゃってた時があって飛ばしすぎて肩が上がって肩の痛みにつながったりとかで僕はあんまり肘はそんなに痛めないんですけどひこうやっぱこう飛ばすんで肘痛いとかそうですね肩が痛めたんで それを補うようになんかこう、手首が痛くなったりとか。僕はそういう怪我がちょっと最近は特にありました。競技力上がってきて。で、まあ体感はもう強くなったと。やっぱ思ってて。で、そこから一回、その。 パワーの面で直面してこう。ちょっとだけ重りも持つトレーニングするようになったら、やっぱ時間も足りなくなってきて、ちょっと体幹トレーニングができてなかったんですよ。で、その時に怪我が起こるようになってきて、で,でもそこに気づけてなくてで、最近になって体幹を久々にやったんですよ。そしたら、なんかこう、ぐっと痛みが減って方の。まあ、まだ全部なくなってないんですけど、そのあ体幹できっとどこかがつながって。 痛みが減ったんだろうなっていうもう本当に一瞬でその体幹トレーニングやった時に僕は減ったのであ体幹トレーニングって大事ななんだなって自分再認識しましまたうーん体幹トレーニングなんかこうか空手の時に体幹を使うかこう使うように意識するかって言われたらぜそう僕はそうではなくって自然に使えてるものが僕はなんか動きやすくて。 もうナチュラルにやってきたものがもう型の時には出てくれたらいいかなと思うので,で最小限の力でそのなんか意識刺激がいくようにとか本当無意識ですけどこう,こうちょっと自分なりに考えて無意識レベルまで持っていけたら勝手に使えるのかなとは思いますその今日初めて教えてもらってあもっとこう可動,可動域出せるなとか動き出せるなとかきっと出てくると思うし。 なんか継続やっぱしていくことが一番なんかこのストレッチポールとアシスティックからはやっぱ継続まあまあ空手もそうですけどなんか全部継続してやっぱ分かることがその変化にちょっとずつ気づいていけたらいいなと思い,ますねいや,やっぱ僕が長年こうやってきてうーんまあ一,応一応原動力になるタイミングとかはやっぱ負けたタイミングだったりして。負けた時に自分の どう感じるかでやっぱこう上に行くかっていうのも変わってくると思いますしなんだよって言って投げ出しちゃう人も多分いると思うんですけど僕はそうではなくて次は勝ちたいなって考えるタイプだったんででも何よりやっぱり僕はこうその空手をするのが好きだったので練習が好きでやっぱこう楽しむっていう日本のトップでやってるのにやっぱ出れない人もいるのにその中で。 なんか楽しむってなんだよって言ってる人も見たことがあってなんか最初は小さい頃見てるんであそれダメなのかって思ってたんですけどいやでもやっぱり楽しいなって思って練習やれてたらやっぱり競技力向上には絶対つながってくると思うしその試合って緊張しますけどその緊張すらも楽しめた時に一番のこう。 取り組むものに力になっていくかなと思うんで、うん、世界で活躍することが楽しくなればいいと思いますし、まあ、なんかこう僕こう初めて海外の試合に出た時に運よくというかこう僕の方がすごいいいって思ってもらえて海外のそれがやっぱ楽しくてああんかもっとこう拍手いただけたりすごいなって思ってもらえたり。 なんかこう人が見ている人がこう心こう,いう動かすようなものになったらいいなって思ったりとかして、だから僕がやっぱ楽しんでないとそれって周りの人も楽しくないだろうなと思いますし、だからそのそこ,こ自分がまず楽しむことを忘れないでやってほしいなとは思います。ありがとうございます。こう最近見てた。 一ヶ月前くらいまで見てたのは、世界ランキング一応高位で。日本の選手が今トップなんで。も、もともと日本選手たちはもちろん上手くて。もうみんな上手なんですけど。まあ、その中でやっぱこう海外の選手たちも頑張ってて。決勝トーナメントに四人くらい残ったりとかも全然あるんですよ。でも、その大会は日本人が活躍して、もう。本当あと一人だけ日本人じゃなかったっていうだけで。日本人まみれで。で、その大会は、あの、僕と弟が。 何て言うんですかね初めて、えー、とベスト4に4人での中に僕と弟残ったんですよ僕が勝っておけば兄弟決勝が実現したんで僕があの世界ランク1位の僕の同級生の子なんですけど日本人の子でその子にちょっと僕が負けちゃってもうあと一歩僕がその選手倒せば。 兄弟が初めての,その世界の舞台での決勝があったんで国内ではあるんですよすごいやっぱ世界の舞台でそれやった時にやっぱ僕の中で嬉しいんでちょっとそこを僕がやっぱ1位の選手倒してせっかく弟がこっち側の山で上がってきてくれたんであと僕が上がるだけだったんでまあただ初めてメダル兄弟であの。 僕が3位決定戦で勝って弟はま決勝行ってるんでメダル初めて2人でメダル取れたんでそこはちょっと嬉しい大会だったんで頑張ってえとまだ弟には負けてない状況なんでいやだからこのままこう2人で頑張っていけたらなとは思ってます、ね。